イラゴミサキ半島の先端イラゴミサキと小石ヶ浜イラゴミサキの空中写真。1982年。写真の上が真北ではないことに注意。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成イラゴミサキは愛知県田原市にあり、太平洋と三河湾を望む厚ツ半島先端の岬である。 1929年に建てられたイラゴミ灯台があり、1998年に日本の灯台50線に選ばれた。岬の沖合にはイラゴ水道航路が通り、1日に100席以上往来する大型船舶を間近で眺めることができる。航路管制の伊勢湾海上交通センターもここに設置されている。太平洋側には日本の渚百100線。 日本の道百選、日本の音風景百選、日本の白車聖書百選に選ばれた小石ヶ浜という砂浜があり、柳田国夫が1898年ここに遊び、拾ったヤシの実の話を一緒に来られなかった島崎東村にしたところ、それから藤村が想像をたくましくして創作したのがヤシの実とされ、ヤシの実博物館やヤシの実施費もある。この逸話に基づき、 地元の有志が町おこしの一環としてヤシの陣流しを発案。現在、地元の観光を PR する厚み半島観光ビューローがフィリピンで買い付けた100個前後のヤシの実を毎年石垣島の沖から流しており、実際に100以上のヤシの実が漂着している。イラゴフェリーターミナルがあり、地下郡南地下町の諸崎、三重県鳥羽市の鳥羽港等に航路がある。 海上交通の要所となっている。小市が、浜付近には小市が浜などの砂浜が見られ、また、日出の石門のような海色によってできた地形も見られる。岬の周辺には、海ウなど海鳥が多く生息し、海亀の産卵場も形成されている。1906年頃までは、日本アシカが繁殖していて、アシカ島などの地名も残る。また、 近辺は日本の商業捕鯨の発祥の地でもあり、かつてはコッククジラをはじめ、ザトウ、セミ、ナガス、シロナガスクジラ、マッコウ、シャチなどを数多くの種類が陸からもよく見られたとされる。現在でもオキゴンドウなど小型のイルカ類なら見られることがある。スナメリや野鳥などを観察する観光船が田原市イラゴ港から就航している。 2010年と2012年には同一のコククジラを発見した事例もある。ウバザメやオサガメなどの貴重な生物も多かったとされる。イラゴへ向かう鉄道は存在せず、バスや船が公共交通機関となる。イラゴ岬への主要なアクセス路としては、国道42号と国道259号の2路線がある。国道42号は、厚見半島の南岸側、 国道259号は北岸側をそれぞれ通るルートである。ありがとうございます。